ブラック国家を追放されたけど全自動英霊召喚があるから何も困らない。最強クラスの英霊戦隊が知らないうちに仕事を片付けてくれるし、みんな優しくて居心地いいんで、今更元の国には戻りません。星2。この漫画のアエッとなる部分は多分この漫画の作画担当は人族のメスだと思われるのだが、ノンケの人族のオスが好みそうな作画やキャラでさ、小回りだったり見せ方をしているという点。とてもエロく描かれているし露出多めの衣装デザインなので十分実用書として使える。シナリオは、親からクソ強チートスキルを引き継いだ主人公だが、最後に弁おじさんから大いなる力には、大いなる責任が伴うということで、就職先ではチート能力オフにしてたら10年後に派閥争いに巻き込まれてクビになる。ここからなんやかんやあって弱小国家に転職したら、そこは使えるものは猫でも使えという人材が不足しているような感じの実力主義の国だったので、なんやかんやしてた時の功績から主人公がその弱小国家の筆頭魔術師になって、英霊の力を使ってその国をチート発展させるというシナリオ。主人公が持っている英霊はオスメスか変わらず初めから好感度マックスの狼楽組であり、主に英霊たちがハーレム兼セクシー担当、さらにはその弱小国家の美人の部下などを狼楽しまくって疑似ハーレムも拡張しまくるというスラスラ読めるナロー系ハーレム漫画。とても作画が気合入っててエロく、セクシー担当たちのセクシーバトルなどもでね、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。